うん、うわぁ、なんで僕を引いたんですか。最初に引かれたの僕ですよ。あ、俺スマホ今ないからスマホもらっとこう。最悪だ。ちょっとそうだな、飯ももらっとくわ。なんかゲームみたい、倒した敵からもらったバイオハザード4みたい。ありがとうね。最低だあいつ。どうしたの。とりあえず昨日ちゃんとレギオンに車を預けなかった私の車がちゃんとあるのかどうかが分かんないんですけど、まあ一旦レギオン行ってみますか。ドミネール、あれこんなボロボロだったっけ俺の車。あれあれ、あ、待って、俺、いいこと思いついた。痛い。いや、あれだね。あれしようよ、あれ。このバイク確か多分、二人乗りだったよね。このバイク多分二人乗りだから、ちょっと、スズメちゃんを、デートに誘ったと仮定して、誘った時にちょっと連れていくデートスポット探そうよ、これ。デートスポット。だこことかだからめっちゃいいよね。いや、ちょっと景色微妙か。ほら乗れよ乗れよ、進め。え、いいんですか。乗れっつってんだろ。いいか、俺から手離すんじゃねえぞ進め。違う、俺から手離したら殺すで進め。君ちゃん、私絶対離さないから。あ、そうだ、お前は俺を離すんじゃねえ。俺もお前を話すことはねえからな。いいか進め、人生山あり谷あり、俺たち二人なら乗り越えていけるぜ。そうだろ進め。うん、君とさんチュキ完璧だ。バイクに乗ってる時の会話はこんな感じだな。あ、もしもし、お疲れ様です。これどうした。いや、昨日バイクを買ったってお話したじゃないですか。買いしたな。そう、それで女の子と二人でデートに行きたいと思ってるんですけど、デートスポットとかなんか、あ、わかりますか。何デート何デートスポットとか知ってたりしますか。知らねえよ。切られた。ダメか。いや、かけ直してくるんかい。はい、もしもし。もしもし、今暇なのか。あ、そうです、今暇です。あ、じゃあキャプテンアメリカっていう警察官見つけたらちょっと教えてくれ。あ、了解しました。手はあんのか。はい、もう一回お願いします。手錠ない。手錠は今ないですね。でもブラックマーケットに行けば買います。いや、買わなくていいや。見つけたら教えてくれ。49番で。はい、了解です。はーい、無線49番。キャプテンアメリカやる気だな先輩。もしもし。ちなみにさっきはな、街の南側にいたんだ。了解です。じゃあ今北の方ツーリング一人でしてたので南に戻ります。了解。それこそ君とちょっとさ電話してさ。はいはいはい。今俺に聞いたみたいに、ちょっと女の子とデート行きたいんですけど、どっかいい場所教えてもらえませんかとかって言ってさ。はいはいはい、場所聞き出してくれよ。あ、了解です。分かり次第連絡くれ。了解。心が痛いけどよ、この前グレネードで弾き飛ばされた恩があるからな。恩じゃねえ、あだがあるからな。声どうしようかな。はあはあはあ、もしもし、はあ、もしもし、これでいこう。はあ、もしもし、え、
キャプテンアメリカ通話できません。通話できない、もしかしたら瞑想中かもしれないです。あ、もしもし、キャプテンアメリカさんですか。あのですね、僕あのデート、女の子とデートしたいなって思ってるんですけど、デートスポット知りたいんですけど、キャプテンアメリカさん今どこにいますか。あ、5000番了解です。それではあと5分後ぐらいに行きます。ありがとうございます。これで俺が電話したとはバレまい。キャプテンアメリカさんとは俺は電話番号交換してないはずだからな。倉木と電話番号交換したのはマジで間違いだった。姿勢取りかけてもバレるとは俺は思わなかったんだ。もう一回電話してみよう。キャプテンアメリカさん、あ、あ、できない。キャプテンアメリカさんですか。僕はキャプテンジャパニーズ僕ボーちゃん、いやボーちゃんで行こう、もうボーちゃんで行こう。僕ボーちゃん、あのねねちゃんをデートに誘おうと思ってるんですけど、ボーおすすめのデートスポットに連れて行ってくれませんか。ボーちゃんです。ボーボーって言ってるでしょ。ボーちゃんです。いやこれでバレないでしょ。なんかバレる様子が見当たらないというか。警察署前にバイクとか止めました？止めてないよ。なんかバイク止まってます。警察のバイク？いや普通のバイクなんですけど、なんか乗り捨てられた感のあるバイクが。了解。寝るかもな。あ、お疲れ様です。寝るかもな。ですよね。ちょっとここで貼っててください。あ、了解です。いや、出ないんだよな、電話。まあ、張り込みって言ったらやっぱサンドイッチだよな。まだ電話かけれない。かけれないです。了解。あ、誰かいる。出てきました、誰か。警察署の駐車場に、あ、キャプテンアメリカさんっぽい。あ、そうそうそう、絶対そうです、絶対そうです。来ました、来ました、来ました、来ました。了解。君とすってバレない方がいいですか。バレても大丈夫じゃないか。了解。あ、なんだ。あ、お疲れ様です。誰。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すいません。あ、誰。バイクから降ろさせろ。はい。え、なんで言わないの。ミカイドウです。ミカイドって誰。あ、ミカイド、キミトスです。あれ、あの3日で辞めた人。そうです、3日で辞めた人です。したの。はい。このバイクってアメリカさんですか。キャップっていいな。タモさん、森田っていうみたいな感じよ。なるほどなるほど、うん、うわなのばが、けどまだいた。いや、あ、あ、あ、はい、はまった。あ、はまった。はい、はまった。はい、はまった。あ、あ、あ、なんだてめえら、雑魚か。お前さっき、お前すべて失った俺の前で聞くわけねえだろ。ああ、ロストしたんよ、自爆して。2000万かけたカードが全部落ちたんよ。いい加減しろよ、てめえら。待って、ちょっと、これ来れるかな、ちょっと待って、ちょっと待って、ちゃんと来れるようにして、先輩。
なんで、なんで僕を引いたんですか。最初に引かれたの僕ですよ。俺のバイクがボコボコにされてる。嘘だろ。痛い。痛い。手錠外したらいいの？助けてくれなかったら。こいつ。いや、これね、お前がもう一回あの世界戻ってきたら助けてくれるから、それでやって。それオッケーだから。あ、それオッケーだから。はい、行ってきて。あれ誰？あれ分かんないです。いきなり光りました僕も。嘘つけお前。じゃあなんでお前殴ってきたの俺を。いや、なんか天の声が聞こえました。殴れって。キャップ、バカか。キャップを殴れって声が聞こえてきて、そしたら手が勝手に動いて。あーでも俺キャップを殴っちゃったらもうダメだから、とりあえずそうだな、ガソリンもらうね。うわダメなんですか、ガソリン。ダメだね。あとバッグもこれ。あーでもまあ、あ、俺スマホ今ないからスマホもらっとくわ。最悪だ。ちょっとそうだな、飯ももらっとくわ。この警察最低だ。あとはいいよ、いらないから。あ、で俺今水もないから水ももらっとくね。このクソったれ。あ、キャップ殴ったんだからダメだよねそれは。クソ、何クソって、キャップわかんないっすね。あ、水取れないわ。水1個しかないのかこいつ。 0.5 だと。いや18個ぐらい持ってるはずだ。ちょっと待って、水取れないから。いや水いらないからさ。あ、そうですか。うん、とりあえずじゃあスケボーはもらうね。はい、あ、最悪だこの警察。スケボーいらないわ。お、いらねえのかよ。うん、そこまで言ったらもらえ。なんでキャップ殴ったの。ダメだよ、元同僚でしょ。はい、すいませんでした、その説は。いいよいいよ。はい、うん、ちゃんと反省したから。はい、もうめちゃくちゃ反省します。うん、いいよいいよ。これじゃあ水はもらっとくか。取るんかい。さっき取らねえって言ったじゃねえか。水取れねえんだよな。ああ、じゃあ置いといてくれ。取れねえな。いいやいいや、じゃあオッケー。いや、こんぐらいでいいや。はい。あ、そうだな。あ、お前もう大丈夫か。もうやばそう。いや、あと100、120秒ぐらいです。医者呼んだ。呼びました。あの車でも固まってるよな。固まってる。お前じゃあちょっと移動させて、大広まであれ回復するか。ちょっと待ってな。あ、こっちでもう一回呼んだら。了解です。待ってね。この前下ってごめんな。いや、すいません。これで、あー、ちょっとこのクソったれを直してください。包帯ももらっとくか。最低だこの警察。いや、包帯あの16個もらったからありがとうね。マジでバケモンだこいつ。いやほんと、なんかゲームみたい。あの倒した敵からもらったバイオハザード4みたい。ありがとうね。最低だあいつ。ああ、最低だ。うわ、マジで取ってやがれ。俺のサンドイッチがねえ。やりやがった。おおおお、こいつさ助けれる。お前多分助けれます。オッケーオッケー、じゃこいつ助けてやって。でその代わり、なんか俺に変なことしたらその瞬間殺すからね。はい。とりあえず銃はもらっとくね。撃ってきたから。で、お水ももらうね。俺飲みたいから。なんでだよ。銃と手錠だけでいいや。はい。キュートスからスマホもらったから。一番もらうね。自分のねえのか。あ、どうしたからね。じゃあね。一番損してるのは俺じゃねえか。あれだから、あの罰金とかいらねえから、あ、物だけもらうわ。最低だ。最低だ。俺のことは今日から現役旅団の団長っていいな。あ、カード、カードロストしてやるの、イエーイイエーイ。俺のバイクが刺されてる。バイク。先輩大丈夫ですか。声がまだあれです、先輩。もう悪いことすんなよ。じゃあな。これ取ってないよ。何？落とすよ床に。はい。
それ、うん、これ床落ちてねえよ。これいらないよ、あげるよ。いらないの？あ、てかお前銃で撃ってきてないよな。撃ってないよ。あ、じゃあこれ返す。これほらこれ銃だけ返してやるわ。はい。携帯返せよ。じゃあ携帯返してくれよ。携帯俺買うのめんどくせえから買いに行けよ。なんだこいつ、マジでやべえよ本当に。あ、じゃあな。やべえな。悪いことすんなよ。悪いことしてじゃねえかよ。やべえっすよ先輩。やば、ぶち殺しやな。絶対ぶち殺しやな。やってみましょうマジで。10分あ、そうだった。なんかボロボロだよ。最悪だ。いくらしたのこれ。これ白鳥で600万。先輩もう今日はずっとその声でいくんですか。やめるかじゃあ。これ普通の白鳥かこれ。そうです、普通の白鳥です。なんかもう一つの方はあの禁止されてるって言われたので。あ、そう、白鳥ドラッグは早すぎて。え？どうしたの？俺もそれしたい。クリアンチ、嫉妬サットってやつ、あの妹の。先輩にバイクから降ろせって言われたから降ろしたら引かれた。なんで僕が鼻だから避けろって言ったの。声変えてたから全然聞き取れませんでした。逃げろ、避けろよって言ったのに。そういうことだったのか。すいません。よし、殺すか。早いっすね。多分白鳥なんか狙ってる女でもいるのか。そうなんです、僕狙ってるというか、なんかまあ推しというか、あの猫カフェの方が、あれか、スズメちゃんです。スズメちゃんか。はい、運命の出会いをしたんです僕たち。スズメちゃんはいろいろあったからな。そうなんですか。スズメちゃんはちょっと最近いろいろあったんだ。最近いろいろあったんですか。前のとこには来ないと思うんですよ。先輩、アタックする前から試合を放棄するバレーボーラーがいますか。何言ってかかんない。先輩、僕毎回殴り合いしたら帽子がなくなってハゲになるの嫌です。そのフックやめろよ。これやめろよ。パンクしてるからな。本当だ。パンクする。おお。おお、だだ、やばい、まずい、危ない。危ない。タイヤが急にどっちもなくなりました。俺のバイクも。これで。ゆっくり。了解です。すごく運転しづらい。よし、なくなった。携帯渡すから。あ、もう買いました今。あ、買った。はい、キャップに電話して、なんかさっき私忘れたものがあるからとかってさ、聞き出し。あ、了解です。あ、もしもし、キャップですか。キャップよ、どうしたの。あ、もしも、お疲れ様です。あの、さっきは本当すいませんでした。キトスくん。はい、キミトスです。どうしたの。あの、さっきあの渡しそびれたものがあるんですけど、うん、今どこいますか。と思ったず、斉藤モータス。モータスだよ。あ、了解です。じゃあ、あの、今からそっちに向かいますね。え、いいよ、来なくて。ありがとうございます。失礼します。来なくて。斉藤モータスにいるみたいです。よし、殺すわ。
了解。誰だ。どうしたの、キャップいるよ。あ、すいません、今行きます。どうしたの、何くれるの。ほんでちょっと待ってください、もうすぐ着きます。え、まだ来てないの。はい、まだ来てないのってことは。先輩、はめられました。やつ、斉藤モーターさんにいません。さっき電話してきて、あれまだ来ないのって言って、いや、もうつけますって言ったら、あ、まだついてないのっていうことを言ってて、それで電話切られまして、今来たら、あ、でもバイク止まってますね。あ、電話かかってきた。うん、さっき電話かかってきました。ビビってこそこそ隠れてる。いや、なんか着信だけされて電話消えました。飽きた。もう飽きましたか。飽きた。まあもうなんかそうっすね。キャップ思んないもん。もうないっすね。しょうもない。うん。おっ！おい！おっ！どっからだ？何言っとんじゃこれ、おい！やばいですって、あの人。何人の車言っとんじゃボケ、これかっこれ。おい、こら！屋上おるのは分かっとんじゃこら！先輩、君だぜ。あらら、痛いよ。痛いか。痛い。これ、コロナ禍医者呼ばなくちゃだぞ。ちょっと待ってね。君の先輩がなんか言いたそうだったから、ちょっと連れてくわ。おい、ちょっとダウン者多いって。もうこのくだりは終わったんだよ、もう。終わったんですか。終わったくだりなんだ、これは。終わったんだ。しかもライアンに貫通して当たってたからね、俺に。痛い。怪力だ。うちのネルタソンね、マジでバキだから。怪力だ。マジバキ。ハッカじゃなくてハンマネルだから。俺どうしたらいいの、ちなみに。俺、あのライアンも守らない。この人呼んで起きたら、俺を話して、で俺がまた呼ぶしかないね。君とさ、やっぱやばい。助け呼べられて出た。嘘。あれだ、あいつだ。あいつやば。あ、すごい。
怖いっすね。あー取り付けてた。あーダメだ。あーダメだ。あーあーあれを倒したら待ってもらえる。呼べるはず。なんかこの町に一人でもいると多分呼べなかったんだと思うよ。かわいそう、かわいそうに一回寝てもらったって感じだね。キミトス、俺に何渡そうとしたの。来た。いや、なんか柳田先輩からなんか渡せって言われて。ふざけんな、てめえじゃねえか。やっぱよメールしてんの嘘つくじゃねえ、赤玉。嘘ついてたんですよ、この赤玉。なんだと、お前お前が余計なことしたからこんなことになってんだろうがバカ誰が仲いいの。終わったんだよ、この一連の下りはもう終わったんだよ。僕は柳田先輩を助けようとしただけなのに。俺のキャップも満足してたんだよ今。なんだ、柳田先輩を助けようとしてたの俺だから。あ、そうだよ。え、どうだ。来た。沈んだ通り。おお。危ない。いや。ルタさん、あっち捕まえてよ。おい、ちょっと真ん中にビタってたよこの人。救助されないけどいい？ダメだよ。嘘だ冗談だ。俺避けられるのかな。これどっちだ。お医者さんが死んじゃった。今日一回ロストしてんだからやだよ。死んじゃった。これ多分ラハイマンあれじゃないかな。危ない危ない危ない。ちょっと待って、一回押収するねこれ。はい。やばい。かわいそうに。かわいそうだよ。あんたは命を助けに行かなきゃならねえ。なんで命まで取られなきゃならねえんだよ。いや、ほんとだよ。大丈夫ですか、先輩。お前のせいだよ。あ、また死んだ。でも本当に最初ネルさん撃たなくてよかったです。最初ネル殺せばよかったの。じゃあ殺そうとしたんですよ。そしたらリロードしなかったみたいで。誰が落と、はい、したって言ってるよ目の前で。捕まえないこいつを。あ、もう大丈夫。もう切符、はい、ちゃっかり切っといた。お金払いました。もう俺さっきこいつからスマホと食べ物奪ったよ。そう、ギャングです先輩。ネルさん、この人はギャングです。あ、間違えた。なんでごめんね。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。